はアメリカ合衆国のの元飛飛飛飛びびび込込込みみ競技選手飛板飛び込み高飛び込みの2つを連覇した1956年にアメリカで最も優れたアマチュアアスリートに与えられるジェームス・サリバン賞を受賞した。これは女性として2番目の受賞であった。子供であった1930年代、1940年代には、 女性選手の競技が許されていなかった飛込み競技を行い、カリフォルニア州、ロングビーチのにあるロス・アラミトス橋から飛び込んで練習していたことで有名であった。ウッドロー・ウィルソン高校、ロングビーチ式大学、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校と進学した。オリンピックの後、飛び込みの遠征を行い、カタリナ・ミズギのモデルとなった。 1984年のロサンゼルスオリンピックの組織委員会で勤務し、パッツチャンプスと呼ばれる計画を開始した。これは子供に大きな夢を見てもらい、成功するための実用的な方法を整える基盤となるものであった。夫のジョンは AAU の高飛び込みで1950年、51年にチャンピオンになっている。1960年に生まれた娘の ケリーマコーミックもオリンピックの引込み競技で2つのメダルを獲得している。息子は1956年のオリンピックの5ヶ月前に生まれた。ありがとうございます。